いやー、サンドラ遅いな。これ村だったらきついな。はぁ？マジか。話なんも聞いとらん。どうすんだこれ。はい、こんにちは、くんです。ということでやっていきましょう。人狼ジャッジメント。今回は、名探偵。趣味さん人狼に占い1、狩人1、狂人1、ゾンビ1、名探偵1。霊能は、いません。この村、霊能はいなくてですね、名探偵が霊能役をする部屋です。はい。ちょっと変な部屋ですね。頑張りましょう。ゾンビがかわいそうってことは一応言っとこう。微妙に遅かった気がするけど、兄目押し感多少あった。まあまあいいや、まあほっとこう。アンナ白、アーニーはエマ白。生余裕1で見ていいと思います。狼ゾンビ結託しませんので。どうするかな。仮指定入れないと動けない人いそうなので入れます。フレディ・ビル。なんかショーンとかなんか動く気配がないから、ゾンビが噛まれるとか破綻してるんですがね、ジェシカさん。ゾンビが噛まれると破綻。あ？何言ってんの？何が破綻するの？あんな目線何が破綻するの？まあいいか、ほっとくか。やばいな。あんま中身のない会話が多いな。非常に中身がない会話に。きついね。見極められない。おビル発言に来てほしそうな印象なんでね。無駄に縦長ログと相槌してて、単に釣られたくなさそうな印象を受ける。無理やりでも殴れないとこの人を話し取らんかったもん。フレディもビルもやっぱ仮指定やめる。サンドラと誰かを仮指定します。サンドラが現状一番釣りたい位置を述べてください。ショーン長計算できてる私を釣り、印象よく置くのって私を経費で釣れないから釣り売りたいだけに見える。
いやー、サンドラ遅いな。これ村だったらきついな。そうなんだよね。霊能、ライン切りとかないから、ライン切りの概念ないんだよね。フレディそれを理解してんのか。サンドラさん？まだですか？村っぽいな、こいつ。なんか。あんなゾンビっぽいな。ショーンとフレディの黒黒は情けですね。ショーンのフレディへの触れ方と、フレディのショーンの触れ方、ムラムラかムラ黒に見えます。あのサンドラさん。んじゃねえよ。は？マジか。話なんも聞いとらん。なんだこれ。マジか。そんな考えで釣っていいのか？まあ他も村を蹴る要素ないけどね。いやー無理な、ダメな気がするなー、これ。サンドラ釣ったら。無駄なわな気がする。ビルが狼だったら、ビルが狼だったらここ擁護しそうだな、確かに。なんか他、ビルってなんかうまくやろうとしてる感じのイメージがあるんだよね。起点作ったりとか。だから、あとここ、カリウドないんだよね。転がすっていう発言が、まず。カリウドだったら、ここでビルが転がせって出ないような気はする。ってことでビル指定かな。もうちょっとログ落とさせるか。いや、てか、ショーンは他に釣り縄が寄る懸念があるんじゃないかな。例えば、メアリーとか。ショーン黒だったらメアリーとか黒だと思うな。
ショーン黒なら、メアリーしか黒1いない。ショーン・フレディは切れてる。プラス、片白には、縄、寄らない。プラス、ショーン、そんな、指定される、空気、なかった。プラス、ショーンは、ビル殴り、イコール、ショーンの相方、メアリーのみ。まあ、占いって線は、知らんけど。ログしょうもないもんな、メアリーも。ログがしょうもないのはメアリー。ただ、個人的に黒いなと思ったのはビルかも。ああ、ごめん、ビルつるわ。なんかショーン別に黒確定したわけじゃないから。ショーン、メアリーは相方なんだよね。アンナもゾンビっぽいログだよね。1分前。サンドラ、白置く？白置く？こいつ。生存意欲があるから黒ってこと？わざと言ってんのかそれ。いや難しいなこれ。サンドラ村で置いて、難しいな。占いの神明はどっちだ？そこまでないな。そこまでまだ分からん。占い先次第だな。まあ、占い噛まないんだよ、この部屋。占い噛むと新占い透けるから噛めないんだよね。占いは噛めない部屋です。多分グレーしか噛めない。まあ、そこは強いよね。名探偵。占いが死なないから、この部屋。え、それ噛む？あ。おー。なるほど。アニツロか。なるほど。やらかしたな。
アーニー目押し感すげえあったんだよ、実は。ちょっと遅かったのね、一瞬。一瞬遅かったのよ。まだ釣り縄あるな。このアーニー黒でロックしちゃうか。ショーン白で。アンナ白、ショーン白か。多分アンナゾンビっぽいんだよな。ってことはフレディ、エマあたりか。で、ショーン実際、転がさずにサンドラ貫通しようっつったんだよ。そう、メアリー占い位置でもないよな。普通に、ゾンビっぽい位置だよね、これ。なんで噛んだんだろうって感じ。神先占いっていうのがな、相当臭いよな。それも含め、人狼がってことは。グレーぶん殴ってたやつなんだろうけど、となると誰かって話だよな。アンナ、シロ、フレディかな。難しいな。これ狩人でさ、アーニー釣っちゃうか。フレディを釣るかどうかだな。ジェシカが生存してたらって感じなんだよね。ただ多分アーニー釣った時点でジェシカ真打ちだから、真決め打てる材料か。いや、メアリーに、メアリー白人が位置じゃないかな。ラインがどうこうって言ってるやつか。いきなりエマを囲ってる可能性？エマすごいラインがどうこうって言ってんだよね。組み合わせがどうだこうだみたいな。占い黒切りますか？その発言出るか普通。フレディが占い黒知ってて。お、エマちゃんすっげえツールフがどうこうつってんだよね。エマちゃんツールフがどうだ、ツールフがどうだつってるんだよね。
なぜエマ？エマはフレディの占い黒推理でなんで村だわってなるの？エマ自身占い黒見てないでしょ。多分ちゃんと黒出せるからフレディに村塗りできるんだよね。アーニーが黒、アーニーがまじ、ジェシカは知らんけど、延長希望、延長希望、エマのフレディ村の考えってのマジで意味わからん。でアーニーはどこに黒出すつもりなんだろう。まあ、どこにも黒出せるわな、ショーンだろうがアンナだろうが。エマつってジェシカに占わせて、フレディかサンドラ、ゾンビは死ぬと予想でいこうか。アーニーはマックス強。くっせーな、エマ。エマ、狩人回避したら、多分勝てんじゃねえかな、これ。いや、どうしようね。多分、アーニー黒なんだよ、多分。だから、アーニー釣って、未来があるか。微妙。よし、ちょっと優柔不断な感じでいこう。ちょっと優柔不断にしてる、今。今黙ったな。今アーニーだな、これ多分。うん、それ行こうか。メアリー狂人バラすか。うん、うん、
アーに微妙に、うん、うん。アーニー、ギ、路線だと、フレディか、エマが黒。そこで、メアリー、狂人結果、言ってなかったら、フレディが、占い黒、見始めた。うん、多分エマ囲いだけど、ジェシカ・ショーン、遺言、エマが、30秒前、まあ多分エマだと思う、多分エマが黒でしょう。メアリーをね、占う動機がよくわからん。ゾンビのリスクとか全く考えてないんだよね。無理かな。負けたったら負けかな。で、あと、そもそもエマが微妙すぎた。負けだったらもういいや。あ？なんだこれ。草守り発動したな。え、祭りで終わるかな？これ、終わらなかったら、これ、ジェシカ、木なら、エマ白ってやる。あ、ジェシカ護衛か。あ、いやなんかジェシカ噛む狼も微妙だなって、まあまあ今だったら噛むしかないけどさ、いやなんかまあもまあどうしようもないけど、最悪でもさ、でも絶対無理だよね。でもジェシカ噛むなんて 100% 無理じゃん。だってまさか守らんでしょ、ヒューのこと。まあ無理か。まあでもジェシカ噛むか。はい、まあよかったね。ビルゾンビやばいやばい、人外しか釣ってない。あー、よかったね。スーパーメン探偵ですね。おつじじ、バイバイ。